こんにちは、アニです。今日はアイドル戦士ミラクルチューンズサウンドジュエルペンダント、こちらを見ていきたいと思います。はい、サウンドジュエルペンダントなんですけども、ミラクルミラクルのメンバーがみんな首から下げているペンダントでございます。で、このパッケージは初期メンバーの3人が下げている銀色のペンダントと、カノンちゃん、フーカちゃん、マイちゃんのサウンドジュエルがついております。追加戦士のアカリちゃん、ヒカリちゃんはペンダントの色がちょっと違って、こちらのね、金色のものなんですけども、これ別パッケージで販売になっているので、まあね、アカリちゃん、ヒカリちゃんのが欲しい方はこちらを買わなきゃいけないっていう感じですね。パッケージはこのような感じで、キラキラペンダントでサウンドジュエルを持ち歩いちゃおう。舞ちゃん、かのんちゃん、ふうかちゃんが乗っております。そして、ここにね、本体が入っているんですけども、銀色のペンダント、そしてサウンドジュエル、かのんちゃん、ふうかちゃん、舞ちゃんですね。裏側を見ていくと、こういった感じで遊び方が乗っていて、サウンドジュエルペンダント、サウンドジュエルのセットの仕方ですね。これはミラクルポットにつけるときと同じような感じでしょうかね。くっつけて横に回すと固定されるみたいな、そんな感じでしょう。そしてペンダントの留め方、左右のねやつをこうグッと持ってきて、そのままパチッとはめるだけですね。で、外すときは引っ張って外すみたいな、そんな感じです。そして、サウンドジュエルで広がるミラクルチューンズのワールドということで、ミラクルポットやねミラクルタクトにくっつけて遊びましょうということが書いてあります。ではね、中開けてみていきましょう。はい、出しました。中身はこのような感じで、説明書は入っておりませんでした。サウンドジュエルペンダント本体にサウンドジュエル、舞ちゃん、かのんちゃん、ふうかちゃんの3つが入っております。で、1個ずつねちょっと見ていきましょう。まずはサウンドジュエルペンダントなんですけども、すごい綺麗ですね。メッキ塗装が本当に綺麗で、こう反射しております。で、この上の部分にトーン記号が造形されていて、この部分、ここなんか宝石みたいな感じになってますね。これはちゃんとくっついてるのかな？なんかこうダイヤっぽいようなね、ものがここにくっついておりますね。はい。で、中のこの部分はクリア成形みたいな感じな、乳白色のね、すごい綺麗な成形色になっていて、ここにサウンドジュエルをね、こうセットできるんですね。じゃあセットしていきましょう。こう、入れて回すと。はい。これで OK ですね。サウンドジュエルの音符がきちんと上を向くような形で止まります。で、この状況になればもうね、取れるっていうことはないと思います。ここに力がかかって回らない限りは外れたりっていうことはなさそうです。はい。で、裏面を見ていくと、こういった感じで、裏もすごい綺麗ですね。ここに大きなね、音符が書いてあって、これはサウンドジュエルみたいな感じですね。で、真ん中に M のマーク、ミラクルミラクルの M ですかね。で、五線譜がビューッと伸びていて、音符であったりとか、光がね、こう輝いております。すごい綺麗で可愛い。で、チェーンの方はこういった感じになっているんですけども、金属ではなくてプラスチックのチェーンにメッキ塗装ですね。なのですごい全体的に軽くて、重たくて嫌になるとかね、そういったことはなさそうですね。で、留めるところですね。留めるところはこうなっていて、もう本当にもうなんていうのかな、引っ掛けるとかするんじゃなくて、バチッと押して止めるっていう感じですね。ちょっとちっちゃいお子さんはやりづらいかもしれないので、まあ大人がやってあげた方がいいかなっていう気はするんですけども、で、外すときは普通にもう引っ張るだけですね。よっと、こんな感じです。で、まあ引っ張るだけではあるんですけども、そう簡単にはね、外れないので、思いっきりここグッと引っ張られない限り、まあこのチェーンをね、グッと引っ張られたら外れちゃうかもしれないんですけども、まあ普通に遊んでる分にはね、そう簡単には外れないと思います。で、これね、胸につけた感じっていうのを、画面上に出すことができないっていうか、まあ、僕がつけてもね、しょうがないんで、一応まあ、ちょっと今つけてみますね。画面には出さないですよ。大人の僕がつけると、そうですね、ちょうどね、首の真下ぐらいにペンダントが来るような感じで、負けなくはないです。苦しくもないし大丈夫なんだけど、ちょっと上かなっていうぐらいなところにつくので、小さいお子さんであれば全然問題ないです。大人の女性も問題なくつけれると思うんですけど、ちょっと上っぽいかなっていう、そんな感じになりそうですね。はい。で、次はね、サウンドジュエル見ていきましょう。まずは舞ちゃんのサウンドジュエルです。舞ちゃんのサウンドジュエルは紫色で、この中のね、柄に関してはカノンちゃんのものと一緒っぽいですね。で、後ろを見るとこういった感じでアイドルジュエル舞と書いてあって、ピンの位置は
ここですね、三角形についております。で、次はカノンちゃん見ていきましょう。カノンちゃんのサウンドジュエルはこれはね、ミラクルポットに付属していたものと全く一緒っぽいですね。で、後ろを見るとアイドルジュエルカノンで、認識ピンね、この位置になっております。一応ミラクルポットのものと並べてみるとこれですね、このような感じで、まあパッと見全く一緒ですね。で、ピンの位置も全く一緒なので、まあ同じものがね入っているっていう感じでしょう。で、最後風花ちゃんのサウンドジュエルなんですけども、水色で、はい、中のねここら辺の柄はみんな一緒ですね。で、ピンの位置はこことこことここですね。アイドルジュエル風花と書いてあります。それではね、ミラクルポットにセットしていろんなねことをやっていきましょう。それではジュエルを登録していきましょうか。ここをね押すとジュエル登録できるので登録していきます。ジュエルをセットしてねということで、まいちゃんのジュエルですね、よっと。はい、アイドルジュエル、アイドル戦士に変身することができるということで、まいちゃんのねジュエル認識しました。お、アイテムゲット、ロッキーが使えるようになりました。お、そしてプレミアムバージョン、ミニゲームに新しいモード、おー、ゲームが増えたんだ。そして次風花ちゃんね、認識していきましょう。ジュエル登録セットしてね、よっと。はい、認識しました。またなんか増えそう。はい、クラノスケゲットです。そしてミニゲームに新しいモード、おお、またねいろいろ増えましたね。さてさて、じゃあこの後はね普通に変身ですよね。で、そしてその後ね追加されたモードとかを見ていきましょう。まずはマイちゃんに変身しようと思うんですけども、せっかくなのでリズムズをねポップンからロッキーに変えていきましょう。このボタンを押して、そしてリズムズを変更するようロッキーにします。 OK。 おー、ロッキーになりました。やった。ちょっとおしゃべりしましょうか。はい、そしてもう一回、ロッキーだぜ、ロッキーだぜしかないのかな。ロッキーだぜロッキーだぜしか言わないね。ヤッホー、あー、いったいったいった。こいつはロックだぜ。おー、いいですね、このセリフすごい好き。はい、じゃあね変身していきましょう。サンドジュエルね、ここにセットですね。ジュエルセット、ジュエルセット。あ、回らない、あ、回らないちょっとごめんなさい、もう一回。ジュエルセット、そしてここをねスライドさせます。はい、まいちゃんに変身できました。やっぱりね変身シーンね、ここに出てくるのすごくいいですよね。いやー、よかった、まいちゃん見れた。そして次風花ちゃんやっていきましょう。風花ちゃんはまたねリズムズを変更しましょう。クラノスケですね、よっと。 OK。 はい、クラノスケなりました。ちょっとおしゃべりします。あっとじゃあもう早速ね変身しちゃいましょう。いきます。
はい、風花ちゃん変身完了でございます。今までね、このミラクルポットにはカノンちゃんのジュエルしかなかったので、舞ちゃんとね、風花ちゃん見れなかったんですけども、これでね3人やっと見れるようになりました。一応カノンちゃんもこれに入ってるものをねやってみましょうか。ポップに戻さないとね、よっと。で、ね、このセットに入っていたカノンちゃんのね、ジュエルセットしていきます。よっと。このね、ジュエルのセットがね、ちょっとやりづらいところあるんだよね。よっと。はい、カノンちゃんも変身できました。まあこれはね、サウンドポットに入っていたジュエルの時と同じものがね、出てくるような感じでした。では、この後ね、増えているものを確認していきたいと思います。はい、舞ちゃん、風花ちゃんのジュエルをセットしてできるようになったのは、このリズムチューンズとチューンズおみくじのプレミアム版ですね。ちょっと見ていきましょう。間違えちゃった。ここか。よいしょ。画面を縦にして、で、見ていくと、今まではね、このゲームスタートのみだったんですけども、プレミアムゲームができるようになりました。はい、ゲームの内容は全く一緒で、上からね、音符が降ってくるので、まあこれね、押していくっていうやつですね。で、今までのゲームは、ここがね、鍵盤ですごいこうね、簡単な感じな画面だったんですけども、リズムズがね、子さんにいる形になって、ちょっとゴージャスになったみたいな、そんな感じでございます。ただ、ゲーム内容自体はね、一緒なので、特にこれといってなんかね、ゲームが増えたとかそういうわけではないですね。で、チューンズおみくじ行きましょう。これもね、プレミアム版ができるようになったんですけども、よいしょ、プレミアムゲームスタート。これも内容は変わらないです。ただ、ここにね、蔵之介の姿が出るか出ないかっていう、それだけっぽいですね。よいしょ。で、おみくじ引いて、小吉。今日のラッキーカラーは紫色。お、アイテムゲット。キラキラ星。ミュージ、読めなかった。何かが増えたんですね。多分これかな。これの中で、できる音楽が増えたんじゃないかな。まあ、こういった形で、いろいろね、遊べば遊ぶほど、いろんなものがね、こう使えるようになったりとか、まあ、モードがね、解放されていったりっていう感じなんでしょうね。はい、アイドル戦士ミラクルチューンズ、サウンドジュエルペンダントを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。舞ちゃん、風花ちゃん、カノンちゃん、3人のサウンドジュエルと身につけているペンダント、なりきり遊びをやる人はね、絶対欲しいアイテムですよね。ミラクルポットにセットして、舞ちゃんと風花ちゃんのね、変身シーンも見れるようになって、すごく嬉しかったです。この後もミラクルチューンズのおもちゃね、少しずつ紹介していきたいと思いますので、またね、遊びに来てください。今日の動画いかがだったでしょうか？もし面白かったなと思いましたら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で、バイバイ。